ナイスバーディー。はい、前半終わってこれから後半に入ります。前半ちょっと最終ホール苦手意識が強すぎて、まあ、OB 叩いて結果取り叩いたことで43っていうスコアになってしまったんで、まあちょっと今日はちょっと70台難しいとは思うんですが、なんとか85切り80台前半っていうところを取れたらなと思っております。なんで後半、まあ、今一度集中して頑張っていきたいと思います。じゃあ後半行ってみたいと思います。ナンバー10、340ヤードパー4、フェアウェイキープ。同じ方向とか腰が回らんかった。 OKOK。 はい、カート道右に落ちてます。ちょっと木が邪魔なんですが、52度でいきます。わー、落ちてきた。うわー、もったいな。今いい感じだったのに、ちょっと上の松に引っかかりました。残りが80ヤード。続きましてナンバー11、短めのロングです。ちょっと木が邪魔なんで若干フェードからスライス気味に打ちたいと思います。ナイスですね、狙い通り。残りが230ほどです。打ち上げなんでライ的に難しいですが、5番ウッドで狙いたいと思います。これが吉と出るか凶と出るか。来ました、2オン。続きましてナンバー12、打ち下ろし含めて145ヤードほどのパー3です。9番。ナンバー13です。367ヤードです。5番と、残りが138、上げ9番ハーフショットで。
悔しい。はい、14番ホールです。527ヤードパー5。三原のロングはやっぱ狭いですね。5番ウッドでいきます。あの木をめがけていきます。際どいけど音はなかった。右ラフに落ちてました。ちょっとさすがにこれはレイアップします。9番でちょっと気持ちすらかけれるぐらいの感じでフェアウェイキープできたらなっていう感じです。フェアウェイキープできてました。9番でいきます。150弱ぐらいですね。なんとか乗ったが左。ナイス。ナイス。クズッとんだ。はい、今ラウンドの方終わりました。お疲れ様です。今日は、僕の兄との、ラウンドだったんですが、2人とも